所詮君は支配される側の人間なんだよ、光くん。ミセス、負けちゃダメだ。ミセスのために。ようやく分かりましたよ、白井先生。おつまさん、闇の支配者の正体が。本当ですか？誰なんです？ミセスはあなたのために和菓子を作ったんだ、わかるか。お母さんとの思い出の味をあなたに食べさせて思い出してもらいたいんだ。お母さんと出会ったあの頃のあなたに戻ってほしいから。だから目を覚ませ、ミセスのために。銀河クロスシュート。